おはモニン、どうも、夏目くです。どうも、なるみです。お便りがいっぱい来てますね。来てますね。ラジオネーム、マリエルさん。夏目くさん、なるみさん、ポッドキャストウィークエンド、お疲れ様でした。とっても盛り上がってましたね。活気に圧倒されてしまいました。お二人と一緒に写真を撮らせていただけたのですが、緊張で会話ができず、一瞬で終わってしまい、帰りの新幹線で泣きそうになりました。こたつ入りたかったな。来年もあればいいな。夏目くさんは、実際はとてもソフトで、ほっとしました。なるみさんはセーターとおひげがお似合いでした。林さんのメールのことをお伝えできてよかったです。いつも楽しい配信をありがとうございます。ラジオネームマリエルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。もうポッドキャストウィートくんの来てくれたんですね、うん。嬉しい。ありがとうございます。前さ、バーボッサの林さんっていう人、ちょっと話したじゃないですか。うん。渋谷にあるバー。うん。で、バーボッサの林さんから僕メールもらって、うん。どんぐりリスナーの美人が来ましたって言ってたんですよね。うん。で、ポッドキャストウィークエンドで、このマリエルさんから、あの美人私ですって言われたんですよ。いいじゃん。いいなと思って、びっくりしたけど面白かったな。うん、あ、そうなんですかって言って。って言わなかった。確かにって言って。確かに美人ですねって話をして。うん。で、この間僕、バーボッサ行ったんですよ。で、林さんにあの人来ましたよ、ポッドキャストウィークエンドって会いましたっつったら、ああ、よかったですね、みたいな話してた。いや、まさか名の入れてくれると思わなかったから、すげえびっくりしたわ。だから、全然緊張しなかったと思うな、この人。普通に喋ってたからな。でも帰り、泣きそうになっちゃったんだって。絶対違うと思うんだよな。あ、嘘。そうなんだ。ガンガン喋ってたよ、だって。あの美人私ですよ、つって。まあ、この人の中では割と緊張したんですかね。うん、こたつも入りたかったなって言ってね。このさ、夏目くさんは実際はとってもソフトでしたっていうのは、これ僕別でも言われて、うん、別件でも言われて、別件バウアーお亡くなりになったんですって、1月の9日に。え、そうなの？うん。いや、あれってドイツのサッカー選手かなんかだよね。監督だっけな。監督？うん。そうなんだ。何歳ぐらいなんですかね。ね、70ぐらいかな、わかんないけど、めっちゃ適当に言ってる、うん、で、なんだっけ、あ、そう、この実際はとてもソフトでって、なんか会った人に、そのポッドキャストイベントとかで、なんであんなに過剰に変な人ブランディング、やばい人ブランディングしてるんですかと、うん、あなたはもっと普通です、会ったらね、はいはい、って言われたんだけど、実際さ、別にヤバい人ブランディング狙ってやってないのに言われることは、あれそれヤバい人じゃん、ただの。ブランディングじゃなくてヤバい人なんです。でも実際に会うと、あ、すごい、なんか普通にいい人ですねみたいな。いや、さ、ネットでさ見ててさ、ヤベえやつとか嫌なやつとかがさ、実際会っていい人だから、いい人とかはないんですよ。お、ヤバいやつなんですよ、そういう人は。やっぱリアルであったら実はいい人だった、あの人はいい人ってことはない。ないんだ。ネットとリアルは別じゃなくて繋がってるから。お、ネットで変なやつは変なやつです。いい、うん、夏目さんは変なやつです。でもそれって何、でも実際こうその人たちはね、会って喋ったら普通でした、うん、なんかあれ、夏目さんは普通だ、そんな変な、わざわざどんぐりで変なこと言わなくてもいいのに、うん、変なブランディングわざとしてるでしょ、何にも考えてないんだけど。だ、むしろさ、どんぐりの収録が素で、うん、ああいうほんの 2,3 時間のイベントの時のが特殊だけだと思うよ、俺は。ああ、はい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 、うん、それは正直あるよね。だって、うん、こっちはさ、ホストというか、何、配信者ですって言って言ってんだから、そうそう、で、人が来てくれてんだから、うん、ありがとう、もてなしの気持ちが、あるあるある、発生するじゃないですか。ある。その時にちょっといい人に見えるなんて、何のあれでもないですからね。何のいい人でもないですからね。え、じゃあ何、どういう時のに素が出る。いや、こういう普段の収録とかに出るんじゃないですか。はいはい。ポッドキャストウィークエンドのあの数時間の間はちょっといい人に見えると当たり前で、うん、そこでいい人に見えなかったらマジでクズみたいになりますからね。そこでいい人に見えなかったら、なんか多分逮捕されてると思うんだよね。ぶつかりおじさんだと思うよ、それはもう普段。そうだよね。なんかいつも聞いてます、うっせぇうっせぇ、ドーンつってドーンうわーってなるってならなかっただけじゃないですか。
そっか。うん。ちょっとね、リアルで会うときって人は3割増しぐらい、30% 増しぐらいな感じだと思うので。はいはい。3割引いた方がいい。引いた方がいい、引いた方がいい。うん。あの時の印象の夏目さんから3割引いて、さっぴーって考えてほしいですね。だって、ほら、この人、ソフトでほっとしましたって聞いたんだけど。ほっとしました。なんか怯えてんだよ。やばいっつって。あ、そう。あと何ほっとしましたって何なのこれ。調子いいじゃん。だから、だから言われたことないよ、ほっとしました。ぶつかってこなくてほっとしましたみたいな感じなの。なんかあれだよね。すげえ殴ってくる人とか、そういう感じだよね。そうそうそう、うん、今日は殴られなかった、ほっとした、つって。何だと思ってんの何何野良犬映画版のジャイアンみたいなさ。たまたまちょっといいやつなんだ、今日はみたいな。何犬噛まれる、うーガウー今日は普通にワン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 みたいになってるってだけみたいな、ね、あ、よかったよかった、餌食べた、うん、そう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 、ほっとしたみたいな、そういうレベルの感想を言われてるわけですよ。これでもですね、うん、僕は少し掘り下げまして、うん、なぜそういうふうに思うんですかという質問に対しては、うん、いろいろと聞いた結果は、うん、なるみさんが性格悪くて夏目ぐのそういうとこを無理やり引き出してフューチャーしているのではないかという説が随分あれですね変で遠回りした説ですねそれはね本当は夏目ぐはすごい、うん、何いいやつで100あるうちの1ちょっと、うん、たまになんかポロって出てくるのを、うん、99そっちですぐらいの風にしてるのはなるみさんなのではないでしょうかという噂が巷で、はいはいはい、ないです。お、よく聞いてください。最初から最後まで娘さんが変なこと言うときあるじゃないですか。僕はそれではーって聞いてるっていう何も加えてないですよ僕はね。あとだって例えば飲み会とかに、うん、でどんぐりで、うん、ポッドキャストウィークエンドでとか、まあどんぐり聞いてた人たちとかで、うん、夏目さん今日は帰らないでくださいねって何夜チルで言われたし、ね、うん、言われたし他のとこでも言われたわ、うん、どういう風だと思ってんの僕を何なの何ケサランパサラ何飛んでっちゃうの何なのすごいよねこの夏目さんは実際とてもソフトでほっとしましたこれ期待値の低さ、ね、だからめちゃくちゃハードなやつだと思ってる今度から会う人会う人ビンタしようかなビンタおじさんじゃないけどそれどうもどんぐり聞いてますえいってやってやろうかなマジですごいなこれいやーひどいもうやっぱね僕はちゃんと素を出して素のいい人夏目をちゃんとね、うん、何どんぐり FM でも出していきたいなとちょっと出した方がいいかもしれないですね2024年はうんどんぐり FM この間さ年末年始に夏目さん見ました悠々白書のネットフリーのやつ、うん、いや見てないけど意外と良かったよあれほう、うん、結構面白かったなへえ。ゆとたわ聞いてたら悠々白書の見たらずっと戦ってるあれみたいなんだっけ三国志のやつあーキングダムキングダムは三国志ではない春秋戦国時代だと思いながら聞いてた ね三国志ではないっすね三国志はゲゲ関羽だからあと別にキングダムみたいでもないよね有役所は、うんうん、たった5話でさ、うん、1巻から12巻ぐらいまでガーッといくのがすごい良かったよえトグル倒してんじゃん倒してる5話で5話ですごくないだから250分ぐらいでってことそう1話の最初で車にひかれて死ぬんですよユウスケがそうだよで5話でトグル倒してるんだよ浦飯ユウスケ14歳性格そやで乱暴この物語の主人公らしいのだがで始まるからうんそっからトグルを倒すとこまで5話でそのギュッとそこに全部入れ込んでんのよちゃんとビートルズの曲って10秒じゃ終わらなくない終わらない。そうそう。でも、10秒で全部入ってる感じがするんですよ。へぇ。脚本とかの構成力がマジで、これは緻密によくできてんなと思って。間にちゃんとね、桑原とかさ、
クラマナにいろいろ出てくるのもちゃんとあるし、並行しながら、並行しながらトグラも出てきたりして、その間にカラスとかもちゃんと倒して。え、クラマのこれやるの？あの、やるやる。ドンって、うん。そういうのも全部入ってんのよ。トリートメントはしてるかみたいなのを全部言う、全部言うんですよ。人間は痛みやすいからだ。そうそうそう。だから俺たちの欲しいセリフを全部入れながら5話で終わってるっていうのがね、マジですごいなと思った。へぇー。え、ほう。H2 は4コマ漫画じゃ終わらないよ。H2 が4コマみたいな感じですね。そうなんだ。うん、へぇー。見てみようかな。いない人をあげると、うん。スザクとかさ、青龍とか。ああ、あそこいらないと思う。うん、あれ一回魔界いっちゃってるからさ。そう、なりけにいっちゃってんね、魔界ね。あれバグるから。あれ設定がおかしいよね。うん、あの4人はいないとかね。ああ。そういう、いかにもいらないとこは抜いて、うん。大事なとこだけ拾ってちゃんと、5話で。なるみさんの好きなタヌキは絶対いないでしょ。いらないよね、あそこ。タヌキで1話いってほしかったけど、いないですね。1巻 95% ぐらいいらないもん。1巻から出て抜き出したのは最初の事故のシーンだけだね。よくわかんないボクシングのとかもないんだよね。ないないない、うん、あの3巻までほぼないみたいな感じだね。そうだよね。うん。なのでそのスピード感がすごいいいので、これあっという間に読み終わるからね、うん、いやこのどう縮めたかをね見るのがすごくいいなと思う。見てみよう。面白かった。ただクラマとかがややねコスプレっぽく見えてしまうっていうのはやっぱあるね、リアルで見ると。ああ、いやまあまあそれはね、うん、あのまんまで出てくるから。うん、いやマジでなんかあの飛んで埼玉みたいな感じなんですよ、一人だけ。まあ漫画でもそうよ。まあまあ漫画でもそうか。うん、そこに強烈な違和感がある以外はすげえ良かったね。まあ今ゼロで優白書を漫画でもアニメでも見ても別にそんなにウォーとはならないとは思うけど、うん、これ漫画見た人は見てもいいと思う。うん、これを、ゆゆ白書はこれを40年前にやってんのがすごいね。うん。まあでも漫画の方を見てもやっぱ絵が上手くて、今見ても全然ありだなって気がするね。そっから見ちゃったけど全部また。紙、ゆゆ白書、紙で、うん、紙でっていうか、あのさ、うん、ヘアスタイルが昔だなって感じがしない？あ、そうだね。うん。女性の特に。うんうん。なんかそれ以外は全然気にならないけど、女性のヘアスタイルがめっちゃ昔だなと思う。うん。30年前とかどころじゃないんじゃない？ 89 年とかやってんのかなあれ。あーそんぐらいかもね。35年とか出すのかも。ラッキーマンが90 95年だからな。なぜあれを実写化したか分かんないけど、よかった、めっちゃよかった。うん、僕同じぐらいにやってたラッキーマンがすっごい好きなんだけど、今でも好きだし、うん、ラッキーマンの曲歌ってた八代亜紀さんがお亡くなりになっちゃったね。あ、そうなんだ。そう、ベッケンバウアーと八代亜紀さんが、うん、あれはガモンヒロシのお母さんだか奥さんだったかが八代亜紀好きだから依頼したんだよね。ラッキークッキー八代亜紀、ラッキークッキーもんじゃ焼き。ラッキーマンの人ってなんだっけ、デスノートとかの人？それはなんか噂によるとね。あ、噂によるのなんだあれって。そっか、ガモンヒロシがむちゃくちゃ物語作るの天才だけど、うん、絵描くの下手だから、あの他の人に絵描いてもらうって言って、で、なんだっけ、なんかそういう組を作って、オーバツ組っていう組を作ったから、なんかそれがオーバーで、オーバツ組っていう名前にして、デスノートは過去に誰、オーバツ組って何も書いてないのに、いきなり、うん、もう初っ端から連載、初っ端からジャンプ本誌だったから、うん、どうしてこんな風に乗るのって言われてたんだよね。うん、だから、ガモヒロシなんじゃないかなっていうね。そっか、それ噂だったのか。うん。多分。